ちょっとね。はい、映ってるでしょうか。ちょっとわからないんですが。画面が、どうでしょうか。少し遅い感じ。はい。動いてるでしょうか。はい。はるさん、おはようございます。大丈夫でしょうかね。動いてますかね。少し何かカクカクでしょうかね。はい。それではですね、スタートしたいと思います。はい。問題ない。映像も声も問題ないということで。では、スタートしたいと思います。はい。それでは、スタートしましょう。はい、行きます。行きます。はい、スタート。行きましょう。行きましょう。はい。それでは、ちょっと怪しいかもしれない。そうですか。なんかちょっとカクカクのような感じですね。ちょっといつもと違うような感じでしょうか。カクカクですか。少しまずい感じですね。ちょっと原因がわかりません。おはようございます。少しカクカクで声だけ流れてる。ああ、そうですか。ちょっとまずいですね。何か原因がわかりませんが。そうですか。どうしましょうかね。更新した方がいいでしょうか。はい。ちょっとあれですね。調子が悪いですね。はい。ごめんなさい。ちょっとですね、何か具合が悪い感じなので、カクカクする。はい。ちょっと待ってくださいね。皆さん、どうですか？ちゃんと動いてるでしょうか？ちゃんと動いてるでしょうか？はい。ラグがすごいので、皆さん、更新してください。はい。更新したら大丈夫かな？はい、更新してください。更新すれば若干いいかもしれませんね。はい、ぜひ、更新してください。それで行きましょうか、ね。はい、更新してください。それでは、行きましょう。更新してください。ダメかも。はい。はい。朝日放送ですね。朝日放送もう春になってね。もうすでに夜明けになってるというか、
はい。エイジさん、おはようございます。エイジさん、おはようございます。はい。そうですね、何を話したらいいでしょうか。でも皆さん、何かやはりあれですね、朝の放送は気持ちがいいです。今日少し若干まだですね、涼しい感じがしますけども、若干少しね寒い感じがします。でも天気がいいと本当に気持ちがいいです。この光の中を歩めるね、光の中を歩む、まさにですね、天国は光の国だということで、いつもですね、この、物理的な光の中を歩むときに、霊的な光というものをやはり、感じます。昨日はですね、ツイキャスだったんですね。ニコ生とキャスどっちが大事だ。ニコ生の方が回数が圧倒的に多いですね。キャスの方は週に3日ですが、ニコ生の方はもっともっとたくさんしています。回数としてはニコ生の方が回数が多いですね。明日は土曜日なので、明日の土曜日の朝と、夜はキャスでやりますね。明日はキャスでやります。はい、今日はですね、朝日が当たる家という、なんかすごくこう綺麗な感じの朝日が当たる住宅なので、いつも毎朝同じなんですが、毎朝同じ感じです、毎朝同じコースで、皆さんもう見栄えがしないかもしれませんが、同じですね、これがシルエットですね。これが朝日放送です。朝日放送ですね。毎朝同じところをお見せするしかないんです。物理的にも本当にこの太陽の光の中に太陽の光を浴びるというのはとても、気持ちがいいですが、しかし、やはり霊的にね、霊的な
霊的な光の中にいる。霊的な光の中にいる。イエス様が光ですから。イエス様が光ですから、いつもイエス様のそばにいる。イエス様のそばにいるということが、光の中に歩むということではないでしょうか。イエス様が光です。真理を愛する者は、光の方に来ると書いてあります。イエス様の、そばにいることが大事なんです。イエス様のそばにいることが大事ですね。この放送に皆さんが、ね来られるというのは、イエス様のそばに来るということでもあるし、イエス様の光の中に入るということでもあります。また、兄弟姉妹、兄弟姉妹と共に歩むという言葉があります。ちょっとそこのとこ、聖書を読みましょうか。聖書、旧約聖書も、聖書も読まなければいけませんが、第一ヨハネ一章にこう書いてありますね。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。もし私たちが神との交わりがあると言って言いながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行っていません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ここにですね、神様は光であると書いてあります。それから、神様は光の中におられると、神様は光の中におられる。ですから私たちも光の中を歩む必要があるということですね。闇の中を歩んではいけない。闇の中を歩むというのは罪のうちを歩むとか、また真理を行っていないということですね。真理を行っていない、私たちがイエス様の教えを守っているならば、それは光の中にいるということです。そして私たちは互いに交わりを保ち、クリスチャンは兄弟姉妹として交わりを保つ必要があるんですね。兄弟姉妹は交わりを保つ必要があります。それから2章8節にはこう書いてあります。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。闇が消え去り、闇が消え去り、誠の光がすでに輝いている。光をあれと、創世記に最初にその神様が光をあれと言いました。イエス様が誠の光なんですね。イエス様が誠の光、イエス様がこの地上に来たということは、誠の光が来たんですね。
誠の光が輝いています。イエス様がこの地上に来たので、誠の光が輝いています。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を憎んでいたら闇の中にいるということですね。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟姉妹というのはクリスチャンのことです。クリスチャン。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟姉妹愛し合うということも、兄弟姉妹愛し合うということは、光の中にいるということなんです。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、ご自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。自分がどこへ行くのか知らないのです。はい。兄弟を憎む者は闇の中にいると書いてありますね。ぜひ皆さん、私たちは、その兄弟を憎むのではなく、兄弟を愛する者として光の中にとどまる必要があります。兄弟を愛する者は光の中にとどまるということですね。このことはとても大事ですね。大事です。ですから皆さん、信仰があって、もし、まあ、他のクリスチャンと関わり合いがない方、皆さんの中にいらっしゃると思うんですが、そういう方はぜひ、スカイプで連絡してくださって、ネット教会に参加してください。ね。近くにカリスマの教会がない方が多いと思いますので、ぜひ、ネット教会に参加してですね、兄弟姉妹、愛し合う、ね、交わりを保つという、本来の信仰のあり方、本来の信仰のあり方を、もっと欲しいと思います。はい、それでは出かけましょう。そういう意味で朝の放送というのは、まあ、その機械の中を、まあ、歩む放送ですね。ですから、機械の中を歩むというのは、神様と共に歩むということでもあり、兄弟姉妹と共に歩むということでもあるんですね。光の中を歩むということはとても大事だということですね。はい。多くの人は霊的に闇の中を歩んでいます。イエス様を信じないということも、イエス様を信じないということは闇の中を歩んでいるということです。クルーさんでしょうか。はい、クルさん、おはようございます。おはようございます。クルさん、おはようございます。もう一度言います。イエス様を信じない生き方。イエス様を信じない生き方というのは、光の中を歩んでるということですね。光の道を歩んでる。あ、ごめんなさい。闇の道を歩んでる。信じない方は闇の中を歩んでるということなんです。神様は光で、神様は光でですね、もうすでに光は輝いてると書いてありました。イエス様がこの地上に来て、
すでにね、今、朝日放送ですが、あの太陽のように、あの太陽のように、イエス様はすでに輝いています。イエス様はすでに輝いています。その、イエス様こそ光です。イエス様こそ光です。私たちはイエス様のところに来ました。真理を愛する者は光に近づくということです。皆さんがこの放送を見ているということは、イエス様に導かれて、イエス様に導かれて、光のところに来たのです。イエス様のところに来たのです。そして皆さんは光を受けているのです、ね。悪を行う者は、ね、自分の、その悪を、まあ、なんて言うんでしょう、明らかにされないために光から遠ざかると言います。皆さん、悪いことをする人っていうのは、夜する場合が多いですね。ですから、罪というのは、闇の中で行われるんですね。罪というのは、闇の中で行われます。そういうわけで、その、罪というのは、その、光の中では、できないことなんですね。光の中では罪が、行いにくいのです。ですから私たち兄弟姉妹はですね、互いにその罪を言い合って、互いにその自分の心を正直に言い合って、明らかにしてね、明らかにして。そして光の中にいるのです、まさに祈りというのはですね、祈りというのはその、自分の気持ちをいつもイエス様に、ね、告白して、イエス様、今こういう状況です、今こんな気持ちです、罪を犯してしまいました、ごめんなさい、イエス様感謝します、こういうふうに自分の気持ちをこう神様にこう晒してですね、自分の気持ちを神様に晒して、そして、自分の心を光に出すと言ったらいいでしょうか。いつも自分の心を光に出すことが大事ではないでしょうか。自分の心を光に出すことが大事です。はい。皆さん、このように、まあ、朝日放送はですね、朝日の中で、まあ、放送しているわけですけど、とても気持ちがいいです。光の中はとても気持ちがいいですが、まあそれは霊的な光の中を、まあ、気持ちがいいと、ね、霊的な光の中は気持ちがいいということを表しています。ぜひ皆さんがその信仰を持って、ね、信仰を持って、霊的に、光の中を歩んでほしいと思います。いつも同じものですか、水仙。水仙ですね。まだまだですね、お花を見せるお花が少ないんですよ。結構発見しましたね。紫の
これから、花が増えると思うんですが、まだまだ皆さんに、お見せしたい花は少なくてですね、これから増えてほしいと思うんですが、梅がありましたね。野原にはちょっと梅があるので、梅をお見せしましょうね。はい。野原に来ました。若干霜もありますね、若干霜もありますが、こういう感じです。爽やかな朝です。爽やかな朝ですね。爽やかな朝です。で、ちょっと梅を発見したので、ちょっと皆さんに、梅を発見してしまいます。いいですね。梅がありました。これ梅ですね。これは、ちょっと薄いピンク。薄いピンクですね。まだ、芽がたくさんあります。ちょっと近づいてみましょうか。どうでしょうか。綺麗でしょう。どうですか、天国を感じませんか、天国的な美しさ。天国的な美しさ。ありませんか。ね、青と、なんかピンク。青とピンクのコントラストというか、皆さん、これは、偶然のものではないんです。神様が作られた。神様が作られた色です。神様が作られたコントラスト。すごく綺麗でしょ？すごく、綺麗だと思うんですが、これは偶然ではないんですね。偶然ではなくて、神様の作られた、自然なんです。はい。こういう綺麗な自然を見てですね、ああ、きっと天国があるんだ。こんな綺麗なね、こんな綺麗な花があり、こんな綺麗な空があるなら、もっと素敵な、もっと綺麗な天国があるんだというふうに、皆さん、ぜひ、思ってください。神様は、その神の作ったものを見せて、天国があるんだよ、天国があるんだよっていうことを教えたいんですね。コーヒー飲んで、コーヒー、じゃあちょっと失礼してコーヒー飲みます。
ボソボソで聞こえない？聞こえますか？はい。神様はですね、皆さんに、その、天国、ね、天国に招いているんです。皆さんを天国に招いているんです。ね。問題なく聞こえる。ありがとうございます。皆さんを天国に招いているんです。神様はですね、皆さんとこう交わりを持ちたいんですね。人間もですね、いい関係ならば、人間関係って楽しいじゃないですか。親しい家族、ね、親しい友人、仲のいい友人、人間関係もですね、平和的だったらば、とても、いいわけですよね。人生の意味はそこにあるんです。人生の意味は、神様の愛で愛し合う、神様の愛で愛し合う、それがですね、人生の目的なんです。多くの人はその愛し合うことができないんです。愛し合うことができない。なぜ愛し合うことができないかというと、人間の愛は本当の愛じゃないから。人間の愛は傷つけ合って、裏切って、ね、愛し合うことはできないんです。でも、皆さん、イエス様を信じると、イエス様を信じるとですね、イエス様を信じると、初めて愛し合うことができます。愛し合うことができます。ですから、ぜひ、皆さん、その、イエス様の愛で愛し合いましょう。イエス様の愛で愛し合う。それがとても大事です。もう皆さんの中でイエス様を信じた方がたくさんいらっしゃいますが、その今度はですね、兄弟姉妹の中で、一緒に歩む。まあ、ある意味では、この放送はですね、ある意味では、こう、信仰による交わる場所でもあるかもしれません。まあ、リアルではないかもしれませんね。リアルではないかもしれませんが、ネットかもしれないですけれども、しかし、こうやって、皆さんと、ある意味では、交わっている。愛し合っているということです。皆さんと信仰を共有し、御言葉を共有し、イエス様を褒めたたえています、イエス様に向かっています。この放送はイエス様の、についてイエス様についてイエス様の教えについて、まあ、交わっているわけですね。そして皆さん、その人生の目的は、イエス・キリストにある兄弟姉妹が交わることです。愛し合うことですね。以前は俺ばっかり不幸と思っていたけど、神様に愛されている俺はハッピーだ。これ、それですよ、それ。多くの人は不幸だと思っています。しかし、神様に愛されているということを知ったならば、ハッピーになれるんです。まさにそれが、大事なんです。それが救いです。それが救いです。皆さん、人生の目的をしっかり理解しましょう。人生の目的は、主にある兄弟姉妹が愛し合うことです。主にある兄弟姉妹が愛し合うこと。ちょっと鼻を拭いてるとこが映っちゃった。鼻水、ちょっと寒いんですね。少しこう、カメラをいつもこう横にしてるんですが、映ってしまいましたね。
人生の目的はね、イエス・キリストにあって、ね、イエス・キリストにあって、兄弟姉妹が愛し合うことです。兄弟姉妹が愛し合うこと、それが、その人生の目的です。それが人生の目的です。皆さん、人生の目的を理解できたでしょうか。人生の目的理解できたでしょうか。その愛し合うということはですね、とても大事な命令なんです。聖書にですね、そういう命令がたくさんあります。ちょっとまた聖書読みましょう。また第一ヨハネですね。第一ヨハネの3-11、互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。2-3-16には、キリストは、私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから、兄弟のために命を捨てるべきです。十字架によって愛が分かった。十字架を見て、本当の神の愛が分かった。だから、私たちも、兄弟のために命を捨てるべきだと書いてありますね。兄弟のために命を捨てるべき。3-23、神の命令とは、神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うこと。私たちが互いに愛し合うこと。これが、神様の命令だと書いてありますね。神様の命令。それは、互いに愛し合うことだということですね。互いに愛し合うこと。第一ヨハネ4-7、第一ヨハネの4-7、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに、私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合う時です。未だかって誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。皆さん、神を見た者はいないですけど、私たちが愛し合うところに、神の愛が、私たちに全うすると書いてあります。そして、御霊がおられることが、神が私たちにのうちにおられるということです。皆さん、聖霊様がおられるところ、油注ぎですね。油注ぎのあるところに神様がおられるんです。
愛のあるところに神様がおられるんです。皆さん、この真理を知ってください。この真理を知ってください。私たちは、巫女がイエス様が十字架にかかったのを見て愛を知ったのです。十字架を見て愛を知ったのです。そしてその愛を知ったので初めて愛し合うことができるのです。十字架によって初めて、十字架によって初めて私たちは愛し合うことができるのです。そして私たちが愛し合うところに神がおられ、神がおられ、そして愛し合うことによって、神がわかるのです。皆さん、ここに真理が、大事な真理があるのです。ここに大事な真理があるのです。私たちが愛し合うところに、神がおられるということです。私たちが愛し合うところに、愛し合うところに神がおられるんです。愛し合うところに神がおられるんです。そして聖霊様がおられるならば、聖霊様がおられるならば神がおられるんです。皆さん、その真理をしっかり理解しましょう。その真理をしっかり理解して喜んでください。生きる意味はそこにあるのです。生きる意味はそこにあるのです。神の愛の中で生きることです。神の光の中で生きることです。皆さん、そのことをしっかり理解しましょう。神様の愛の中で生きる、光の中で生きる、それが大事なことなんです。大事なことなんです。それではですね、明石タイム行きましょうかね。明石タイム行きましょう。それではですね、明石タイム行きます。ちょっと眩しいですね。ちょっと眩しいですが、それでは、娘と共に放送を聞いています。アメン。娘と共に放送を聞いています。素晴らしいです。親子で、ね、イエス様の話を聞く。親子で、ね、光の中にいる、それはとても素晴らしいことです。それは素晴らしいことです。では、イエス様を信じて、ね、十字架を見て愛が分かった。十字架を見て、神が分かった。愛し合うことによって、愛し合うことによって神が分かった証。十字架を見て神の愛が分かった証。スタート。スタート。スタート。母親の難病の肝炎が治りました。アメン。糖尿が自然と治りました。信仰により毎日イエス様の夢を見ます。いいですね。アルツハイマーが治りました。遊戯王をやめたら神の存在を感じた。イエス様が私たちをどれだけ愛してくれてるかが分かった。ヨシさんが更生しました。
主を知って自分の罪を知りました。アメン。旅行先でイエス様について語ろうと思います。アメン。以前はマジキチ牧師と思っていたけど、日本一の愛国牧師、ありがとうございます。糖質が良くなってきた。視力が良くなった。睡眠障害が治った。御言葉定食もりもり。真実はいつもたった一つだと確信した。イエス様こそ真理。イエス様こそ真理です。ぎっくり腰が治った。アメン。肩こり腰痛が治りました。アメン。精神疾患が治りますよ。ぎっくり腰が治りました。青い空を見ていると気持ちよくなります。御言葉定食おかわり。霊的人生がドーンときました。天国大学から天国に行けるようになりたい。十字架の光によって私の人生が変わりました。世界中でキリスト教が広まってほしい。アメン。視力が回復しました。負けないでもう少し最後まで走り抜けようと思います。主の道こそ唯一価値あるものだと思います。キューちゃん放送で油注ぎの存在を知りました。この放送で生きる希望が湧きました。皆さん、希望が流れます。十字架から希望が流れるのです。イエス様の希望を受け取ってください。イエス様の希望を受け取ってください。今日も感動の放送ありがとう。イエス様はどんなに離れていても心はそばにある。人生希望を持てました。油注ぎを全身から受けました。被災で亡くなった人々へ祈らないと決めました。イエス様の愛を受けるぞい。イエス様を信仰することは素晴らしいと思いました。ハレルヤ。アメン。その通りです。この放送が安心して見れるのは祝福されているからだと思う。お腹痛いの治りました。この放送だけが真実を語っていると思います。アメン。天国と地獄の証動画で両方の存在を強く確信できました。イエス様のおかげで毎日が幸せです。日本が早く悔い改めますよ。世俗的な音楽に興味がなくなりました。アメン。アメン。イエス様の愛が多くの人に伝わりますように。ルカさん、おはよう。ハレルヤ。キューちゃんに会いたくて町田リス園に行ってきました。
ちいちゃんは本当の信仰を持ってるんだと分かった。ありがとうございます。アメン。たくさんの人がイエス様を知って、救われてほしいです。盗撮やめようと思いました。アメン。最近職場で Q の話題が出始めました。アメン。聖書を知り、自殺を思いとどまりました。ニートだが胸を張って生きています。この放送で私のように救われる人がたくさん増えてほしい。アメン。痴漢やめれました。聖書を持っていることが普通になったらいいと思います。大音量で聞いています。アメン。この放送でラジコンが好きだった。キューちゃんみたいな牧師になりたいです。皆さん、牧師になりたいと思ってください。牧師になりたいと思ってください。今日英語の授業ありますか？あります。10時から英語の放送があります。イエス様を知らないことは罪だと思いました。アメン。アメン。キューちゃん愛してます。ルカさん、ありがとうございます。英語授業で楽しみが一つ増えました。日本の強制連行慰安婦は全て事実だと分かりました。キューちゃん、永遠の愛を教えてくれてサンキュー。地獄の存在を確信したら恐ろしくなりました。そうですよ、本当に地獄は本当にあります。地獄は本当にあります。天国も本当にありますね。天国も本当にあります。この放送を見て嘘は良くないと思いました。そうですよ。嘘を捨てましょう。嘘を捨てましょう。正直になることなんです。クリシャになるということは、クリシャになるということは、嘘を捨てることなんですね。嘘を捨てて神様に対して、また人に対して正直になることです。正直になることです。つまり嘘が罪なんですね。嘘が罪です。嘘を捨てて正直になることが大事です。無意識に自分にも嘘をついていることはありますよね。そうですね。聖書にね、そういう箇所があるんです。ちょっと読みましょう。ね。
聖書にそういう箇所があります。第一ヨハネの一章にこう書いてあります。1章の8ですね。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の言葉は私たちのうちにありません。罪はないというならね、罪がないというなら、自分を欺いていると書いてあります。私たちはみんなですね、自分に罪があるということを知っているんですね。自分に罪があるということを知っていて、私は罪がないというなら、もう嘘言ってるんだということですね。嘘を言うというのは、結局自分も欺いているということです、ね。嘘をつくというのは自分を欺いている。ですから、まず正直になるということは、嘘を言わないということですね。真理が真理ですね。神様は真理です。神様は真理です。私たちは真理を愛する必要があります。嘘を憎み、真理を愛することです。悪魔は偽りの父だと書いてありますね。悪魔は偽りの父。悪魔の中に真理は全くないんです。まあ、光が真理と言ってもいいでしょう。闇が偽り。闇が嘘と言ってもいいかもしれません。ですから、大事なのは、私たちは、一切の偽りを捨てることです。一切の偽りを捨て、正直になることが大事なんですね。正直になることが大事です。イエス様に向かって正直になりましょう。ね、イエス様に向かって正直になるのです。闇を憎むようになりました。アメン。闇を憎むようになった。アメン。この放送を見始めてから、アメンが口癖になった。いいことですよ。いいことです。ね、アメン。ハレリア、ね。アメン。ハレリアと言いましょう。この放送を見て、歴史の真実が、大事だと分かった。憎んでいい。ルカさんね、人を憎んじゃいけません。人を憎んじゃいけないけど、嘘を憎んでいいんですね。罪を憎み、悪魔を憎み、ね、悪を憎むことは、聖書では、書いてありますね。そして、神を愛し、真理を愛し、ね、人を愛するんですね。神と人と真理を愛しましょう。悪魔と嘘と罪を憎むのです。罪を憎むのです。人を憎んではいけません。人を憎んではいけません。真理を愛しましょう。イエス様を愛し、イエス様の命令を愛するんですね。ちょっと青空放送。今日も青空です。本当に、雲が全くない青空放送ですね。いいですね。青空放送。青空を見て、ね、天国の存在を信じてください。
青空を見てですね、天国の存在を信じるのです。天国があるのです、ね、天国があるのです。青い空の上に天がある気がした。アメン。青い空の上に天がある気がした。皆さん、天国はあるんです。天国があるんです。神様は、天国を教えるために青い空を作りました。天国があるんだよ。天国においで、ね、私を信じて天国においで。あなた方を招待しているよ。あなた方を招待しているよ。神様は皆さんを招待しているんですね。イエス様はそこにいると思った。イエス様は、そこにいると思った。地獄に落ちたくない。アメン。地獄は暗黒です。奈落の世界、暗黒の世界、闇の世界です。地獄には光がないのです。地獄には光がありません。火の池はあります。火の池はありますが、地獄に光はないのです。暗黒の世界ですね。暗黒の世界。ぜひ皆さん、罪のうちにあるということは闇のうちを歩むということです。悔い改めて光の中に出ましょう。こういう御言葉があります。私の好きな御言葉なんですが、第一ペテロの2の9ですね。2の9の B。それは、あなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を、あなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。つまり、その素晴らしい御業というのは十字架ですね。十字架によって私たちは闇の中から光の中に招かれたんです。そしてその十字架の御業を述べ伝えるのです。皆さん、十字架というのは私たちを闇の中から驚くべき光、皆さん、驚くべき光、神の国は、皆さん、神の国は驚くべき光の世界です。驚くべき光の世界。その光の世界に招いてくださった御業、イエス様の御業、それが十字架なんです。十字架によって、私たちは、その闇から光の中へ、闇から光の中に、招かれたんです。イエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは、光の中に入る。驚くべき光の中です。驚くべき光の中。皆さん、それを信じましょう。驚くべき光の中に招かれたんです。一緒に入りましょう。一緒に驚くべき光の中に入るのです。
それでは、スマブへ行きましょうか。スマブへタイムになりましたね。はい、戻ったんではないかと思うんですが、どの辺で来てたかちょっと、わかんないんですが、角笛は聞こえたでしょうか。角笛は聞こえたでしょうか。吹く前に止まった？吹いてた？吹く前。どっちか。吹いてたのか、吹いてなかったのか。もう一度。もう一回。ねえさ、嘘はいけないっていう話をした。はい。嘘じゃない？そう、吹いてたよ。吹いてたよという。そうですか。じゃあ、まあ、じゃあもう一回吹きましょう。もう一回吹きましょう。あまりちょっとですね、音があまりいい音が出ませんでしたね。いい音が出ませんでした。申し訳ありません。はい。それではですね、
帰る支度をしますね。帰る支度をします。それではですね、はい、今日は本当に、気持ちのいい日です。はい、もう一回ちょっと青空をね、見ていただきましょう。青空、ちょっとさっきの梅がとても綺麗でしたので、ちょっと後から来た方もいるかもしれませんので、ちょっと梅をもう一度ね、梅をもう一度見ましょう。はい、梅綺麗でしょ。いかがでしょうか。綺麗でしょうね。はい、そうですね。はい、皆さんにその綺麗なね花を見ていただいて、天国の素晴らしさ、天国の美しさを知ってほしいのです。私たちは、ね、この地上にあって天国の予告編の中で生きているんです。地獄の予告編でもあります。しかし天国の予告編でもあります。多くの苦しんでいる人たちは、地獄の予告編で苦しんでいるんです。信仰というのは天国の予告編を見ていること、天国に希望を持つこと、それが信仰です。信仰というのは天国を待ち望むことなんですね。信仰というのは、天国を待ち望むことです。ぜひ皆さん、闇の中から驚くべき光の中に行きましょう。闇の中から驚くべき光の中に行くのです。今を愛してはダメですか。ですね、今を愛するという意味がですね、もちろん、今を感謝してね、今を感謝して、しかし今というのは過ぎ去ることです。今を愛するというよりも、神を愛し、神を愛し、神のその言葉を愛する、神様の言葉を愛するということが大事ですね。ちょっと花も水仙ももう一回
はい。推薦。神様が作ったものは綺麗です。神様が作ったものは綺麗です。神が作ったものを褒めたたえるのです。ですから、ルカさん、今日という時間も神が作った時間です。その神様が神を作った時間を、喜ぶんです。感謝するんです。神様を愛しましょう。聖書の一番の命令は、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、主なる神を愛せよ。主なる神を愛せよ。それが聖書の一番の命令なんですね。聖書の一番の命令。ですから私たちは、その神を愛すること、神の命令を愛することです。そしてその命令は、愛し合うことです。イエス・キリストにあって愛し合うことです。ですからその愛し合うということを本当に私たちは守ろうとすることが、一生懸命守ろうとすることが信仰なんです。神を愛することなんですね。神を愛することなんです。はい、はい、今日はですね、10時から英語聖書の授業の時間がありますね。英語聖書の授業が10時からあります。素晴らしい朝をありがとう。素晴らしい朝をありがとう。アメン。疑いの目でキューちゃんを見るのをやめようと思った。アメン。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、この景色ですね。この景色。英語授業以外ですか。ですね、まあその感動の光の朝に感謝。はい。この放送でイエス様を知れて本当に良かった。この放送で、イエス様を知れて本当に良かった。政治経済の授業ですか。政治経済の授業。プロテスタントとカトリックの違い。いろいろありますが。いろいろありますが、カトリックが古い、プロテスタントが新しいと、それが一番分かりやすいんじゃないでしょうか。英語の発音、英語の発音を教えてください。一度日本史の授業みたい。この間やりましたよ。この間日本史の授業ありましたね。フランシスコ・ザビエルが来たのが
1549年だったかな。ちょっと忘れちゃったんですね。1549年。それから、明治維新が1868年だったかな。ちょっとうろ覚えですね。それから、イスラエルが再建したのが1948年。そして、日本の敗戦が、1945年。それから、イスラエル、エルサレム奪還。エルサレム奪還が1968年だったかな。あ、ちょっとうろ覚えですね。うろ覚えです。クリスチャンの覚える、まあ、なんて言うんでしょうかね。覚える年代があるんだということですね。日本の大事なポイントは明治維新と敗戦ですね。明治維新が68年だったかな。そして、敗戦が1945年。この2つの時はとても大事ですね。この2つはとても大事なポイントなんですね。そしてその明治維新と敗戦は、両方ともアメリカによって、キリスト教が入ってくる。アメリカによってキリスト教が入ってくる。そしてアメリカによって民主主義が日本にもたされたという、まあ、ある意味では同じことが起きている。同じことが起きているということですね。日本はアメリカによって変えられてきたと言っても過言ではないでしょう。アメリカによって、日本は民主主義に変えられてきたということですね。それじゃあですね、時間がそろそろ来ました。時間が来ました。じゃあ、そうですね、招きをしましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、神の愛が分かった、神の愛が分かった、愛し合うことが大事だということが分かった、愛し合うことが大事だということが分かった。ちょっと待ってくださいね。菜の花綺麗だから。菜の花めったにね、見ることがないので、本当に今は菜の花の季節ですね。菜の花の季節、綺麗ですよね。桜草も綺麗だから、桜草もなんか花畑ですね。花畑、いかがですか。はい、皆さん、綺麗な花ですよね。はい、ごめんなさい。イエス様を信じて、ね、イエス様を信じて、信じたい。
この放送でイエス様を信じたい方、アメン、アメンって言ってください。イエス様を信じたい方、アメン、アメン。おはようございます。イエス様を信じたい方、アメン、アメン。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 それではですね、お祈りしましょうね。お祈りしましょう。天の父様、感謝します。今日も良い天気の中で放送ができました。神様の綺麗な花を見ることができました。空を見ることができました。私たちは以前は闇の中を生きていました。しかし驚くべき光の中にあなたが招いてくださって、そして今私たちは真理の道を、光の道を歩むことができるようになりました。私たちの心を照らしてください。あなたの光で私たちの心を照らし、もっと明るくしてください。私たちの心を明るくし、そして、照らしてください。私たちの心を照らし、清い心に変えてください。そして、イエス様、私たちが、あ、おはようございます。光の中を歩むことができますよ。イエス様どうぞ、今アメンと言った方々心にあなたの光が入りますよ。あなたの光が入って救われますよ、救われますよ。祝福してください、祝福してください。光の中に入ります、光の中に入ります。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さんありがとうございました。じゃあ10時にまた放送しますね。夜8時、明日は、ツイキャスですね。